ジョブロック。ああ最高やった。最高でしたね。いろんな人と触れ合ったし、今日だけで100人以上とおったで。ほんまですね。なあ今日もジョー君ありがとうございました。ほんまありがとう。あ今日もあれなんですか、宿をジョー君に感謝の気持ち込めて準備してるんですか。あいいよ俺今日全然なんか あれやろ用意してんやろ。いや、そんなことないです。今回はいいとこなんですよ、ほんまに。屋根あるし、あったかいし。前も屋根あるし、あったかかった。今回あるんです、布団あるんですよ。前も布団あったわ。おったあったかい、毛布。マジ、はい、僕はいいんで、ジョー君先輩なんで。今回は、俺信じてないから前の時点で。今回は、日向と一緒やで俺。一緒に泊まりましょう。それちょっと安心あるでしょ。布団一回取りに行きます。布団、布団、布団取りに行くってどういうこと。今回ね、あのセルフで布団取りに行かなくちゃいけない。シェルター。シェルターじゃないです、こっちっす。これやろ。え、いや、ちゃいますちゃいます。いやジョー君、それはもう浅はかすわ。待て、夜開けといてくださいって言ってたから、はい、日向のことやから、どっちかに飲みに行くか、なんか泊まる場所用意してる。開いてるか開いてないかで言ったらどっちですか。開いてる、だから開けて。あ、じゃあ泊まります。今日だってめっちゃ疲れてるでしょ。なんかせっかくなんで、ジョー君にゆっくりしてもらいたいなと思って、ほんでなんか僕の中でも、この前の時反省したんですよ。でもあれ泊まれたら別にどこでも泊まれるけどな。いや、今回ほんまめっちゃいいとこっす。オレンジより快適、はい。あー、ジョー君家より快適ですね。それやったいよ。めちゃめちゃ快適っす。自信持って言える。自信持って言うよ。じゃあ案内して。はい。あ、とりあえずあの布団はあれっすわ、あれです、あの、あこ開けてもらったら。あ、じゃあ、あの、ごめんなさい、これっすね、これっす、これ開けてもらったら、これこれっす、これ開けてもらったら。あ、もう自由にこれで、うん。いや、ちょくこれ結構匂いエグいで、佐々木さんの家の匂いすんで、こないだの。いや、やめとけ。え、これで。あ、いいっすね。匂ってみろ。2080年のニトリの匂いで借りますね。あ、そうです。そうですじゃない、ね、大丈夫。いや、今日はだいぶ快適ですよ、これ信じてください。室内です。マジ、はい、ちなみに聞いてるから宿泊費なんぼ。あ、宿泊費はタダっす。そこが怖いねんだから。いや、僕がもうタダやからやったってなれへんねん、この感じ。この間もそうやったん、佐々木さんの時も。僕の友達なんですよ、そこのオーナーさんが。だから特別に。そうです。ネット予約100万人もやって超えるでさ、いい加減俺、ちょっと泊まらして。いや、でもここは西成のリッツカールトンです。西成のってつかんでねどこ西成のっていうワードが怖いねん今ゴキブリおったから、ゴキブリでビビッと。だから、あの、いや、ゴキブリ出ないですから。マジ？もうつきます、ほんまに。ゴキブリ出ないです、大丈夫です。あー、あ、いい線いってますね。いい線いってます。あのビル結構綺麗で。そうですね、結構西成りにだいぶ綺麗。でもこんなんとこじゃないよ。ちゃいます、ちゃいます。あ、ごめんなさい、過ぎましたわ。過ぎました、これです。え、バス？あ、バスです。マジで？はい。どういうこと？ここです。マジ？あの、稲垣博さんって方が、うん、ここのセンターが閉じた時に置いてくれたんですよ。その方は政治家の方で、西成の、あの、良くしていこうっていう風な活動をしている方で、ホームレスの人たちがあったかく夜過ごせるようにって、あの、バスを構えてくれて、うん、稲垣さんって聞いたことある？あの、労働組合とかやってる人？そうです、そうです、アイビー地区で、はい、で、今日あの管理人さんと話してええよって感じだったんで。いや、ジョー君今日夜まで撮影して疲れてるやろな思って。オレンジより上言うてんや。オレンジバスいいかな。一応中に僕の友達もいるんですよ。それが怖いね。じゃあ行きますか。ちょっと来て、はい。これリアルを伝えたいから言うで、はい、めちゃめちゃ臭いの。いや、入り口でも一応入っていいです。で、寝てる方いるんでちょっとだけ静か。じゃあ、あっち行ったらええやん。さっきがあの友人の工藤さんです。めっちゃ優しい方なんで、ここでの寝方とか教えてくれるんで。静かに寝てるだけやもん。工藤さん、ここでのね、あの寝方とかをね、ちょっとね教えてほしいんですよ。どういう感じしてるかとか。何されてる方ですか。あ、俺現金いたりしてるんだけど。あ、うん、日当たりそこで会えるんで。そうそうそう。明日も朝早いですよね。そうそう。今ほらなかったりするの暇やから。
だからここで外で寝たら寒いし無料で止める。そうそうそう、うん、いや現金の時は止まらんわ、こういうとこ。あ、なんか現金もらったらどうやって止まるんですか。工藤さんどう、ここの寝心地は。いや、あんまりいいことないな。ああ、いいらしいっすわ。部屋の方がいいわ。部屋の方がいいっすよね。何時に寝るんですか今日は。寝るの適当に寝るけど。ああ、適当に寝てもうそのままその格好で行くんですか。そう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 。ちょうど今日あの宿がなくて西成でどっか泊まるとこないかって話しちゃったんで。あ、そう。そうです、そうです、そうです。あそこ泊まったらいいや、高いけど。スーパーワールド。そこもいいですね、うん、じゃあそこ行こうか。いや、そこ、うん、そこあれですもんね。今多分ねちょっと高いんですよね。いつもどこに住んでるの。点々としてます、ね、僕はでもあの取材させてもらうってことで、うん、ちょっとだけお邪魔させてもらって話聞くっていう感じですね、うん、いや泊まります今日は。 どこ。はい、僕とジョー君2人泊まります。どこに。ここです。あ、タチ大丈夫なの。スパワールド泊まりや言うとって。スパワールドはだってあれでしょ、いつでも行けますよ。でもあの工藤さんはどっかに行きましたね。大丈夫です、今日僕も泊まるんで。バスやからな。この間のとこやったら無理やけどな。いや、この間のとこちょっと予定があれやで。じゃあ静かにしたらなあかんしな、みんな邪魔せんように、はい、だから昼間あんなにハイボール飲ましたんだ。振りか銃弾か。まあでも経験させてくれてありがとう。ただ先言うて。あ、先言ったら思わないでしょ。素敵やな、こういうシェルターがあって。こうやって誰でも寝れるっていいとこですよね。前のとこよりかましやし、全然寝れる。無料でこうやって泊まれる場所があるってありがたい。ありがとう。ほな僕帰りますね。おやすみ。今日も撮影疲れたな。お疲れ様でした。